衆議院議員の小林茂樹でございます。学園北一丁目生まれの小林茂樹、東京オリンピックの都市に生まれましたが、今回東京で2度目の夏季オリンピックが開催をされ、そのような記念すべき都市であります。2020年日本は再び復活をする、正しい歴史教育を受けた若者たちが社会の最前線に進出をしていく、その都市であるというのが理由であります。アメリカのイラン司令官攻撃襲撃事件に関しては、中東情勢に大きな影を与えることとなりました。日本が取るべき姿勢、外交スタンスはどうあるべきであるのか、基本的には中立を貫くべきであります。近隣諸国との対応、中国、韓国、北朝鮮との関係も非常に大きな溝がございますが、経済分野、文化面での交流を足がかりとして適切な外交交渉、交際を進めていかねばなりません。今年も波乱の幕開けとなりました。国会議員としての最重要